久遠の昔、世界に4つの希望が現れた。人は希望へと集い、4つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき4つの道。世界の名はオリエンス。それは螺旋の内をめぐる秋と待つ世界。時は来た。さあ、新たな時代の幕開けだ。ペリシティリウム白虎を擁するミリテス公国は、隣国であるスザク領ルブルムへの電撃侵攻を開始する。魔導アーマーを主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウムスザクは魔法をもってこれに応戦。そしてその魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、広告軍の奇襲は水際で止まるかに見えた。しかし白虎ルシ軍に率いる特殊部隊が新兵器クリスタルジャマーを発動、スザククリスタルの完全な無効化に成功する。魔力の源を絶たれたスザク軍はなすすべもなく制圧されていった。みんな大丈夫か？赤いマントの若い兵を見なかったか？クリスタルの守護を国家最重要項目とするスザク軍は、首都陥落と同時にルブルム領に散っていた全部隊を集結。首都が占領されたわずか3時間後に作戦を発動した。さなかクリスタル解放を目的とした謎の戦闘部隊がペリシティリウムスザク内部へと潜入を果たした。世界も選ぶことはできない。しかしどう生きるかを決めることはできる。これは一辺の物語ではない。自ら綴る歴史であり運命である。彼らにクリスタルの加護あれ。